麺子太郎です。外はまだ雷が時々鳴っております。雨も降っております。さて麺子で、私たちは足元というルールで主に遊んだわけですけども、まあ地べたに相手の麺子が置いてあるわけですけども、また自分の持った麺子でその麺子のそばに麺子をぶつけ、落としまして、相手の麺子が倒れればひっくり返れば、自分のものになるんですけども、まあ上手い人になりますとね、私のように、力いっぱい投げるんじゃなくてね、魔法使いでの方がひょいって投げるような形でね、無駄な力は全然いらず、スムーズに麺子を倒す方がいます。まあ私とすれば何て言うんですかね、まあ、古いタイプの人間ですので、また日本男児伝道の遊びと言われておりますので、まあ正々堂々と力いっぱい、頭は使わず力いっぱいで投げて麺子を倒す時が一番嬉しいですね。まあ麺子というものは何でもかんでも力いっぱい投げればまあいいというわけではもちろんありませんけども、まあ風の流れたところとかね、それが無駄でなく必要で範囲にあればまあいいわけですけども、まあどうせやるからには力いっぱいやった方が気持ちがいいので、私は特別なことがなければ力いっぱいやりました。また力いっぱい投げますと麺子が90度で回転すればいいわけですけども、180度というかな、半回転ならいいんですけども、1回転してしまいますとまた同じ絵柄が同じ向きになりますので、力を入れることによって1回転とか 2,、まあ、2回転はそんなにしないと思いますけどね、1回転してしまうとまた倒れないことになりますので、まあ、そういったことがありますけども、まあ、いずれにしても力いっぱいやった方が気持ちよかったんで、力いっぱいやりました。まあ、それが結構体の運動にもなりましてね、私が中学に上がった時野球部に入ったんですけども、コントロールは今1だったんですけども、まあ、ピッチャーを2年3年とやりまして、球は結構速かったですね。またボールを遠く投げることも好きで、まあ、遠投と言ったんですけどね、それも抜群に石はボールが飛びましたね。で川なんか行って石を投げるんですけども、まあ、それもいろんな友達だとか年の大きい人と比べても、私の方がずっと飛びました。まあこんなわけでね、麺子は、まあ、体を鍛えるということには大変良かったと思います。どうもありがとうございました。雷は相変わらずまだ収まりません。まあ、風神雷神という方が像がありますけども、まあ、麺子についても風で倒しますので、まあ、風神ということなんでしょうかね。また今雷神が鳴っております。どうもありがとうございました。